こんにちは。こんにちは。はい。豊さん。はい。ちょっと、ね、まあちょっと気が早いんですけど、どうしました？ねえ。いや、去年のオフ、結構トレードとか、はい、移籍って多かったじゃないですか、はい、大型の。まあ多かったな。うん、で、大物選手がね。パ・リーグがね。そうなんですよ、パ・リーグが。うん。うん、で、じゃあ今シーズンオフに、まあ、FA を取得する選手だったり、はい、まあ、トレードとか移籍しそうな選手がいるかっていうのをちょっと調べてみたら、はい、大物3人いました。おお。まずは、はい、セリーグのヤクルト、はい、山田哲人選手。ああ、まあもうなんかファンの間ではささやかれてるよね。もう巨人に行くんじゃないかとか。巨人なんですか？とか言われてるよ。で、山田哲人をさ取るって言ったら相当お金もかかるしさ。そうですよね。あ、だからまあそうなったら取る球団っていうのは限られてるのかなっていうふうに思うし、はい、やっぱりさ二遊間、うん、ね、セカンド山田哲人、うん、ショート坂本勇人、うん、これ見たくない？見たい。いや、見たいです、正直。見たいけど、はい、見たいけどなんかつまんなくなりそうだよね。まあ、巨人のまあ一強っていう感じですか、その、まあね、なんかそうなっちゃないかなっていうふうに思うよね。そうですよね。だって、まあ、山田哲人選手、2019年のオフの、契約の公開だと、単年契約、推定5億円で単年だから、もう多分視野に本人も入れてる、まあ、入れてるよね。うん、たださ、後2シーズンないって言ったら、はい、ああ。これどうなるのかなと思うよ。だからヤクルトのファンとしては山田哲人選手のその活躍を見ずして、もういきなりどっか違うチームに行っちゃうってことですよね。そうだよね。で、このじゃあ5億円はどういう活躍をしてもしてないけれども、お金球団払っちゃったみたいな。いや、でも FA で取る球団っていうのはさ、うん、その前の実績を見てやっぱ取るよね。今年はみんな、はい、まあ、例えばプレーができなかったら、うん、もうそういう見方しかできないし、過去の活躍とした、ね、うん、だからそれぐらいの対価は支払われるということ。そうでもさ、うん、この開幕が遅れ、仮に開幕ができないとしたらさ、はい、大打撃だよ、球団ですよね。うん、だからそういう大型契約が結べるような状態なのかどうかっていうことだよね。あ、球団の懐事情ってことですか。もうあるよね。いや、そう、これはね、経済破綻してるからさ、はい、だから、まあ、これからね、もっとしていくだろうし、うんうん、そうなってくると、やっぱそんなに多くは取れないよね。いやー、ちょっと厳しいでしょうね。まあ、厳しいか、まだ余裕があるのか、それは懐事情はわからないにしても、うん、はい、でもやっぱ相当こう厳しいと思うよね。そうですよね。あと例えばその選手の気持ちとしては、山田哲人選手今シーズン例えばそのね、開幕がもしなかった場合、ヤクルトのチームの一員として活躍できなかった、でもはい移籍しますみたいな、 FA しますとか行きますっていうのは気持ち的にどうなんですか。いや、それやっぱ厳しいと思うよ、そのファンのことを考えるとっていう。あ、うん、まあでも人生設計だからさ彼の。あ、はい、これは誰にも止める権利はないしね、はい、だからそれは認めてあげなきゃいけないとは思うけど、うん、もう相当やっぱこう心はまあ、動くだろうね、揺れるだろうね。そうですよね。で、うん、今豊さん、まあ、巨人が一番こう有望というかじゃないかっておっしゃってましたけど、はい、他パ・リーグとか他の球団で考えられるのって、ね、うん、いやいや、山田哲人を取りたい球団なんか、はい、全球団だよ、うん、もうセパ合わせてですよね。ああ、うん、これは全球団だよ。でもそれだけの金額が出せる球団が今5億だったとしたら、はい、相当だよね。それか長期契約とか。ああ、いや、相当なお金が動くと思う。でもそんな、そこまでやっぱこうコロナが収束してくれればいいけどさ、はい、これやっぱ観客はあんまり入れられないとかさ、観客もなんか幅を取って入れなきゃいけないとかさ、うん、そうなってくると集客が半分になるとさ、単純に考えれば収入も半分になってしまうじゃない、
そうなってくるとやっぱお金が払えなくなっていくよね、うん、なりますね、厳しくなります。だから将来的なことも考えながらやっぱ取らないと、はい、うん、やっぱ球団の負担にもなるし大変なことになるよね、うん、そうですよね。あと今現時点でセカンド いるのに山田哲人選手を取るってなると、その分また、まあ、人件費って言ったら変ですけど、そのかかるわけじゃないですか。だからそのやっぱセカンドがいないよ辛いよっていうチームじゃないと2人とか3人抱えてもしょうがないわけですもんね、金額的にも。まあ、例えばさ、はい、広島で菊池がいるよね、はい、でそこに山田を入れることはないよね。ないですよね、はい、そしたら山田はファーストでいいんじゃないかっていう考え方できるよ、ね、あそういうことか。あだから広島はファーストいないわけだから、レギュラーと言われる人が。でその条件を山田哲人選手がまあ飲むかどうかっていうことですよね。まあ、そうそう条件はね、うん、金を出せば飲むよ。いやさそんなもんだって。そうなんですね。そんなもんだってシビアに言えば。そうか。ただ、うん、だってファーストの方が楽なんだもん。あセカンドよりも、うん、負担という意味ではそうですもんね。でもただやっぱりそうか、巨人が濃厚なのかなっていう。いややっぱファンの間ではそういう風な噂はされてるけどね。なるほどね。豊さんもやっぱ巨人です入るとこ見たいですか、それともその違う球団の方見たいですか、山田哲人選手。まあ巨人って言われてるけど他もやっぱ声はかけてくると思うんだよね、そうなったら、うん、まあそのどういう風な争いをするのかっていうのは見てみたいけどね。ああそうですね、何球団か、まあ、山田を動かした言葉とかさ、心を動かした言葉とかさ、はい、うん、まあ、そういうのができてくるんだったらなんか見てみたいよね。そうですよね。でもわからないよ、俺は人づてに聞いただけだから、ファンの間ではそう囁かれてるんだけどね、うん、でもしかしたらヤクルトに残る可能性だってもちろんゼロではないわけですしね。そうですよね、まあ、あくまで推測という意味で。そう同じセリーグといえば、はいはい、中日の大野雄大投手、はいはい、まあ、昨シーズンのヒットノーランも達成しましたけれども、はいはい、この大野雄大投手はどうでしょうか。俺大野雄大は残ると思うよね。私もそう思うんですよ。その理由は何だよ。なんかまだそのチームに自分の貢献度がそんなにまだないっていうところで、ここからなんか恩返しというか。いやでも欲しい球団はたくさんあるよ、大野雄大投手を。ああボールに力あるしね、うん、まあ昨年復活したし、はい、だから欲しい球団はあるけど、うん、ピッチャーとして名古屋ドームっていうのは最大の味方なんだよ、防御率が下がるという。ああやっぱなかなかホームランも出ないし、はい、で中日も守備がいいでしょ、だから他行ってカンカンホームランを打たれ出すよりも、うん、名古屋にとどまって成績を上げた方が俺はなんていうのかな、それなりのその価値が出てくるだろうし、はい、成績も残ってくると思う、うんうんうん、仮にね、はい、名古屋ドームを本拠地としてるチームと、うん、横浜スタジアムを本拠地にしてるチームのピッチャー連中っていうのは、はい、明らかに不利なのは横浜スタジアムだ。そうですよね、やっぱ狭いもん、うんうんうん、まあ、だけど大野はそこまでやっぱちょっと考えてると思うんだけどね。あただその去年のオフの時1年契約なんですよ、これはその大野雄大としてはその FA の行使を考えての単年にしてるのか、まあ、金額、まあ、確かにその、うん、ただ1年にしといた方が、はい、やっぱ動きやすいよね。ああそういうこと、交渉しやすいということ。あそうですよね、それで金額が上がっていく可能性は十分ありますもんね。ただ大野雄大投手はやっぱりあの名古屋ドームで投げてた方がいいタイトルを取りやすいとか、そういうことですよね。俺はそう思う、俺はピッチャーとしての成績を生涯残すとしたら、うんうん、やっぱ名古屋ドームがいいと思う、はい、あ巨人は動きますかね、うん、大野雄大投手。いやもう巨人は根こそぎだから、ね、もういいなと思ったらね、だからさ動くと思うよ。
ああそっか、あとはまあ本人がどこに行きたいかとどまりたいか、その山田哲人と大野が被るとその分こう返していかなきゃいけないでしょ。あ、確かにそうですよ。人的保障だとか、はい、そういうものもついてくるからさ。はい、誰出すんだろう、じゃあ人的だと。いや、だからそういうこと考えるとそんなにたくさんは取れないと思うから、やっぱ大野が欲しい一人だと思うよ、やっぱ先発ピッチャー。やっぱりそうですよね。そりゃそうだ、はい、で、大物の最後一人なんですけど、はい、パリーグの、日本ハムの西川遥輝選手です。はい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 。で、西川選手は本人なんかポスティングシステムでの海外移籍を希望してるなんていうふうにこの週刊ベースボールオンラインの方では載ってるんですけれども、はい、メジャーに行く可能性が高いってことなんですか？いやいや、それはもうそうだろうね。行きたいっていうことだろうね。はい。ただね、彼のスピードは通用するよ。あ、メジャーで？ああ。おお。これは間違いなく通用する。これはあのスイングのスピード、はい、速さ、うん、これはね、超一流だから。ただバッティングでさ、ちょっとスタイルを変えなきゃいけないね。どんな風に？このまま行ったんじゃ、ちょっと結構厳しいかもか。どんな風に変えた方がいい？まあ、例えば盗塁とか守備とかそういうのは全然いいよ。ただやっぱ肩を壊した経緯もあって、はい、やっぱ肩が少し弱いっていうことと、バッティングはねちょっと開きが早すぎて、うん、あの引っ張れないと思うなかなか。でも彼の持ってるスイングのスピードだとか、これおそらく12球団で一番速いと思うよ、スイングが。あ、そうなんですね。だからそのぐらい評価はしてるんだけど、うん、やっぱ少しこうアレンジしていかないとバッティングとか、うん、あのちょっと苦労するかなとは思うけど、うん、持ってるポテンシャルはメジャーで通用するポテンシャルは持ってる。楽しみ。ただ今年開幕ができてない分、このもし開幕したら短期間でそれをアピールしなきゃいけないってことですよね、西川選手は。例えば海外のスカウトの人たちに。いやもうね、うん、まあ、海外のスカウトたちも見てると思うんだけど、はい、メジャーも開幕できてないのに、うん、それはやっぱこうポスティングってやっぱある程度お金がかかるからさ、はい、そういうことしてまで取るかなっていうふうに思うんだよね。あ、今年のオフ、まあ、ましてや見てても確実に活躍するなんていうのはあんまり保証がないわけじゃない。やっぱもう国境を越えてくるわけだから、うん、まあ、そうなってくるとやっぱこう結構ポスティングで今年オフ動くっていうのは結構難しいことかもわかんないね。そうですよね。ポスティングしたいって言ったところでこう名乗りを上げてくれる球団が果たしてどうなのかっていうところもあるでしょう。まあ、そうだね、うん、そうですよね。でメジャーの方もね、各球団収入がないわけなので金額出してギャンブルで取るかどうかっていうこともありますもんね。あるある。ということはなんかね、西川選手にとってはもしかすると今シーズンちょっとポスティングがどうなのかなっていう部分、あ、ちょっと厳しいかもわかんないよね。そうですよね、うん、はい、いやちょっとね、あの今シーズンオフで FA 権取得する3選手とか挙げてみましたけれども、まあ、今年がこういった状況なので、はいはい、どうなのかっていうのも、まあ、今シーズンオフになってみないとまだね、わからないところもありますけれども。そうだね、うん、まあまあ楽しみは一つだけどね。まあ、そうですね、こういう中でのこう開幕できてない中でのファンの楽しみの一つでもありますもんね。でも早く帰ってほしいな、はい、本当はね。そうですよ ね、家にずっといるのも自炊するのも飽きましたみんなでも、みんな皆さんも頑張ってると思うけどね、うん、みんな同じこと思ってますもん ね、まあ、そうだね。まあ、みんなで乗り切りましょう、はい、そうですね、はい、はい、どうも。